お疲れ様です、吉谷さん。まあ、AI が、テクノロジーが人類を滅ぼすみたいなことがありますけどもね。あれは一見 AI が進化して、AI がなんか人間に敵意を向き出して人間を滅ぼすみたいなことを想像しがちなんですけども、別の滅ぼし方っていうのがあって、それは私たちがサボるようになるからじゃないかなと思うんですよ。まあ、AI とかテクノロジーがあるから、例えば人に何か連絡するときにメールを送る。非常に効率的でいいんですけども、実際昔はどうしてたかっていうと、その人のところに行って会いに行ってなんか必要なことを言うとかね、なんか物を受け取るとかってしたと思うんですよ。そうなると何が起こるかっていうと、まあ人に会いに行くわけですから、それなりに身なりを整えてスケジュールをセットして、で歩いて行って帰れば体力も使うし、街の変化にも気づくとか、その道中に人と出会いながらね、いろんなエピソードの中で揉まれていくってことがあると思うんですよ。まあもちろんそんなことばかりやってたらね、忙しくてしょうがないっていうところもあるんですけども、まあ今ね、効率的に人に連絡を取れるようになって何が起こるかっていうと、不信感なんですよね。信じれる人がいなくなるっていうところがあるんですよ。まあつまり、口では何とでも言えるし、もっと言ったら SNS でキラキラ系とかってできるわけじゃないですか。だから見たものを聞いたものが本当なのかなっていうふうなね、そんな猜疑心が生まれてくるんですよね。でも実際昔はどうかっていうと、見たまんまとか言ったまんまを素直に信じれたし、信じるだろうから人を騙すようなこともなかったはずなんですよね。そういうふうにしてテクノロジーが進化するに従って、私たちは自分の能力以上の能力を外部のリソースを使うことによって補うことができちゃった。その結果自分の能力がなんかね、進化したように感じちゃったんじゃないかなと思うんですよ。まあ、もちろんね、その恩恵に預かることはできるんですよ。例えば YouTube で本来自分のスピーチ能力とか人を引きつける力以上のものが手に入るわけですよね。それによって生計を立てることができちゃったみたいなこともあると思いますけども、じゃあ本当にその力が自分にあるのかなっていうふうに、実は咀嚼する時間が持てるようになったっていう副次的な効果もあるんじゃないかなと思うんですよ。まあですに、ですんでね、一発当たったからって言ってそれにおんぶに抱っこしちゃうと転落もかなりね、そのリスクも高まってくるかなと思いますんで、今ね、だいぶ楽をしていた、させていただいている中で、やっぱり楽をするんじゃなくて、自らを鍛え上げていったりとか、別の能力を培っていくってことも、まあ必要なのかなと思いますよね。まあそのバランスじゃないですか。いつもね、なんかに、追われていたりとか何かを追求してったら、やっぱ疲れちゃうんで、それはなんかね、ぼーっと過ごす時間とか、休憩する時間とかって、絶対にいると思うんでね。それはそれで大事にしないといけないと思うんですけども、なんかちょっと話題、ちょっと変わるんですけども、野生動物がね、お腹が空いているのになんでマッハのスピードで走れるのかっていうことが一つ疑問として投げられたことがあって、それはアドレナリンの効果だそうなんですよ。アドレナリンっていうのはよく似た酵素でドーパミンっていうのがあるんですけども、ドーパミンとはちょっと違って、アドレナリンっていうのはもう何日もご飯を食べてないし、何日も寝てないし、ヘトヘトでクタクタでもう、やっと生きてるよみたいな状況の時に、遥か向こうにね、獲物が見えるわけですよ。で本来ならその獲物を追っかける力なんてないのに、アドレナリンが出ることによって緊急事態に体がセットされて瞬発力が出るそうなんですよね。でそれが根性みたいなんですよ。だからそのアドレナリンを鍛えるためには自分を危機状態に陥れる、そんな必要が出てきたのかなっていうところですよね。で通常生きていたら緊急事態ってあんまりないわけですよ。なんとなく生きていけるし、生活保護があるし、なんだったら養ってもらえるしみたいなことがあったり、いろんなものに依存できるわけですよね。でもそういうものが全部なくなった時に、ああもうダメだってへこんでしまうのか、それともこんな時こそしっかりしなくちゃっていうふうに、もうなんかね、怒り狂うパワーが出るのかね。一応アドレナリンっていうのはどっちかっていうと怒りのパワーなんですよね。この野郎みたいな感じで相手を追い詰める、もしくは相手に追い詰められそうになった時に抵抗する力ね。鹿とかインパラっていうのも、ライオンとかチーターに襲われた時に、じゃあもうね、力の差が歴然としてるし、追っかけっこしてもかなわないからっていうんで諦めるのかって、そんなことないんですよ。必死で抵抗して生き残ろうとするわけですよね。でしかもね、皮肉なことに生き残ろうとする時に生き残りたいっていう酵素が鹿とかインパラから出るんですよ。それが虎とかね、ライオンにとっては好物なんですよね。なんか自然でのね、すごく皮肉にできてるのか面白くできてるのか分かりませんけども、その酵素が出ることによって絶対仕留めてやるっていう気持ちがさらに高まっていくんですよね。なんかね、単純にこう自然ってものをね、捉えてますけども、なんか深く考えてみると確かになと思うことが結構あるんですよね。で人間はどうかっていうと、緊急事態に普段陥ることがないんで、つまり根性が養われなくなってくるらしいんですよね。
で根性って別にね精神論とか迷信とかじゃなくて本当にあるんだなっていうのがそこで私も科学的に理解できたわけなんですよ。緊急事態に陥れば陥るほど何とかしないといけないっていうその未知のパワーがね出てくるんですよね。その未知のパワーってのは贅肉ですとか脂肪とかそれから筋肉とかね、その他体の中に余剰部品として普段から蓄積されている普段全然役に立たないものがそのアドレナリンっていうものが出ることによってその酵素の入れ替わりでその根性に切り替わっていくそうなんですよね。だから本来デブっちゃった人って根性が出るはずなんですよ。ところがなんかある一定のね栄養素とか動物性、油の植物性か植物性油の効果によって脾臓とか膵臓っていうのがその力をね発揮できないようになってる。つまりアドレナリンが出にくくなってくるわけですよ。で、なんかねそれは程度の差によるんですけども、上司が厳しいことを言ったりノルマ吹っかけられたらパワハラだみたいな感じで防衛本能に入っちゃったりとかね、あ心が折れたとか言ってなんか精神疾患に入っていったりすると、これもう全体的に根性が養われないから防御ができなくって、ちょっとしたストレスでああもうダメだっていうふうに抵抗しないインパラとか鹿みたいになっちゃって、まあ絶滅するっていうところらしいんですよね。だからねこのね生き残るメカニズムって単なる化学反応とか公式ではなくって、なんかまだ解明できそうでできてないようなねその精神力とかみたいなのも出てくるのかなと思うんですよ。まあだから多分ですけども、大金を手に入れた後って一生懸命消費活動しようと思って弾ける人っていると思うんですよ。まあ吉谷さんもね結構見てきたと思うんですけども、ネットビジネスで稼げるようになったら今までの鬱憤を晴らすかのようにね高級車買ってみたりとか、いきなり旅行しだしたりとか高級マンションに住んだりとかしてその後転落するでしょ。あれっていうのは緊急事態だったから稼げたのに緊急事態じゃなくなったんで稼げなくなっちゃって、でも生活はもう完全にその富裕層の真似事をしちゃったんで維持ができなくなっちゃって大転落するんですよね。で転落すればまだ危機感が戻ってきていいんですけども、中にはね途中から詐欺をしだしたりとか騙したりとかするんで、なんかその緊急事態でもないのにお金ばっかり集めて現在のね地位を維持しようとかねプライドを保とうとかするから、なんかおかしなことになるのかなみたいに解釈ができるかなと思うんですよ。まあ別にねライオンとかインパラの例をとって人間も同じだっていうふうになんかつなげるのもむちゃくちゃな気がしますけどもね、なんとなくそう考えていったら用心用心できるかなってところですかね。じゃあ今日もよろしくお願いします。